どうも、241です。はい、今回は B リーグ2024-25シーズンロスター紹介、越谷アルファーズ編やってみます。はい、よろしくお願いします。まあ、今季ね、B1 上がった新チームということで、楽しみですよね、うん、ね。そうやな。昨シーズンは B2 の東地区で35勝25敗ということで、まあ、準決勝では56勝したアルティーリと当たったんですけども、それをね見事にそう倒してで B1 昇格を決めたということで、まあ、ある意味サプライズやったりな。そうだね、うん、まあ、シーズンを通した成績でいうとそこまででもなかったんだけど、うん、大一番に強かったというチームですね。そうですね、うん、というわけでそんなチームを見ていきましょう、はい、こちらがロスターとなっております。継続選手が6人、新規の選手も6人となっております。新規の選手を見ていくと、日本人1人目で宇都宮から湿気海斗選手、2人目がアルバルク東京から橋本龍馬選手、長崎から榎田拓磨選手、外国籍で名古屋 D からティム・ソワレス選手、2人目がジェフ・ギブス選手、アジア特別枠でカイソット選手となっております。じゃあ新規の選手見ていきましょうか、はい、まずは湿気選手ということでね、宇都宮ではプレータイムがまずなかったですね、若手の選手だったし、なかなか層の厚い宇都宮ブレックスだったんでね、そこまでプレーなかったですけども、ブロワードとかした試合ではこう出てくるっていう感じでしたね、終盤でね。もともと外国でやって戻ってきてっていうことなので、ポテンシャルある選手なのでまだ若いので、ぜひ開花してほしいですね。そうだね、次にアルバルク東京から橋本龍馬選手ということで、ベテランガードが来ましたね。そうだね、これはやっぱ安定感ありますよね、昨シーズンもアルバルクで落ち着かせるガードというか、そういう場面もかなり見れたので、そうだね、こう越谷のね B2 から上がってきたチームを落ち着かせてまた見せほしいですよね、まあ、本当ベテランですけど、いまだにねゲームコントロール力だったりとか、ここぞっていう時のねクラッチシュートみたいなところはかなりやっぱりいぶしぎな活躍してくれますので楽しみですよね。そうやな。で次に長崎から榎田拓磨選手ということで、榎田選手は今年26になる年なんですけど、ここも若い選手ですね、で長崎の B3 から B2、B1 と、こう昇格をしてきて3シーズンね、で今回越谷に移籍ということで、まあ、そこまでスタッツに現れへんけど、まあ、かなりハッスルしてくれるプレイヤーなので、まあ、越谷に勢いを与えてほしいですよね。相性はえのき呼びやすいですね、分かりやすいし、で次に外国籍で名古屋 D からティム・ソワレス選手ということで、昨シーズン途中怪我もありつつも、やっぱその得点力だとか、まあ、そういったところは見せてくれましたよね。そうだね、よく言ってるんですけど顔がちっちゃくてね12度順位あるんで、キャプテン翼みたいな、本当にスタイルがいい選手で、昨シーズンは35試合の出場で平均 10.1 得点、フィールドゴールが 49.1%、スリーポイントも 39.4%、リバウンドが 6.3 本ということで、シュートも上手な選手ですね。そうだね、まあ、本当に走れるし中も外もできる9番選手なんで、得点力もあるしね、この辺は大きな力になると思いますよね、まあ、ワールドカップではねブラジル代表としても活躍してたので、まあ、こうまたメイン出る選手と共にまた出てほしいですよね、ブラジル。そうだね、次に外国籍で渋谷からジェフ・ギブス選手ということで、ここは完全に安西ヘッドコーチ枠ですね。そうだね、窮地の中といいますか、宇都宮時代ブレックスで一緒にやってますからね、苦楽を共にしたこうベテランの選手ということで、ユース選手もねまだまだやるぞということで、そうね、あの去年がラストシーズンっていうような話だったんですけど、安西ヘッドコーチの熱いオファーを受けてってことでしょうね、今シーズンもやるということで、まあ、この越谷に関してももちろんカイソット選手とかソアレス選手みたいなところはいるんですけど、やっぱなそれより絶対リバウンドも強いし、そうね、体の強さがありますから、そう、まあ、そこら辺も期待してるんやろな、で最後にアジア特別枠でカイソット選手ということで、ここもね越谷にいいアジア特別枠入ってきましたね、これ大きいんじゃないですか、めちゃくちゃね、昨シーズンの横浜、怪我治ってから戻ってきた時は序盤はやっぱりうまくいかないというか連携がっていうところあったんですけど、後半に関しては、まあ、河村選手とかとコンビネーションみたいなところを見れたので、今シーズンに関してはね松山選手とかと一緒にそういうプレーが見られるんじゃないですかね、パリ五輪前のね OQT でもフィリピンを引っ張ってましたからね。いやほんまにフィリピン代表が進むかと思ったもんね、そうそうそう、最後ねカイソット選手いなかったところだったからちょっと負けちゃったけど、いたらマジで
オリンピック行ってたかもしれないですけど、そう、うん、それぐらい買い取った選手ってインパクトのある選手だから、そうそうそう、 OQT を経てどうなってるかっていうところはまた楽しみよね。そうだね、うん、ディフェンス的なところがどう修正されてるかっていうところは、うん、こう安西ヘッドコーチといえばね、こうディフェンシブなチームを作ってきたヘッドコーチなので、うん、期待したいですね。そうだね、うん、で継続選手で見てみると越谷を支えてきた松山選手がいたりとかね、うん、あとはここも安西ヘッドコーチの申し子である星川選手、うん、だったりだとか、あとはね安西ヘッドコーチのここもねずっとやってきてる北川選手だったりだとか、うん、あとは日本代表でも活躍してる井上選手だったり、 B1 も経験してる笹倉選手だったりっていうことなので、うん、メンバーとしてもね不足ない選手ですよね、うん、まだやっぱ LJ ピークね、うん、得点取れる選手が揃ってるんで、この辺はやっぱり B1 でも十分通用すると思いますし、うん、楽しみですよ ね、うん、ね、まあ、特にやっぱり安西ヘッドコーチが残ってくれたっていうのは大きいようなこと、うん、そうだね、うん、やっぱり B1 でもね優勝まで導いてますからチーム、うん、そういう意味では本当に優勝を知るメンバーも揃っていますし、小学1年目からやれるんじゃないですかね。昨シーズンのメンバーは結構脱退したけど、うん、B1 で勝つためにっていうところも必要な要素ではあるから、うん、まあ、B1 小学1年目で30勝を残せるかっていうところも期待したいところですね、うんうん、はい、ということでね、今回は B リーグ越谷アルファーズのロスタショーがやってきましたけれども、この B1 昇格のメンバーからさらにこうやっぱカイソット選手だったりとかソアレス選手とかね、こう B1 でもかなりこう上位のチームで活躍してた選手たち入ってきたんで、この辺は楽しみではありますよね、今シーズン。あとは今後アリーナなんかも越谷できてくるということなので、うん、その辺に向けてもやっぱり勢いをつけたいシーズンでありますよね、うん、ちょっと今行きづらいところがあるんで、うん、そうそう、うん、まあ、よく遠いって言われるとこなんですけど、B プレミア参入に向けて、まあ、レイクタウンで作っていくっていうところを、まあ、市に提出したっていうところなので、ここら辺がねできてくるとより埼玉のバスケっていうところが盛り上がってくるような、うん、そうだね、まあ、今なかなかね埼玉はこの B1 のチームっていうところはなかったんで、うん、首都圏のチームの中でできるっていうのは楽しいですよね。そうだな、うん、またね新平さんがすごく、うん、大好き、越谷は応援しているので、うん、ぜひその辺の、ね、熱量も来シーズンは見ていただければなと思います、うん、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。